道は塞がれてしまった。上に重要なものがありそうね。上に行く方法を探すか、それとも戻ってジンさんに聞いてみるか。ジンさん、アイダの子にエリア4の入り口を封鎖されました。他の行き方はありませんか？ほう、ギルスのやつ、私に背いて上にどっさり秘密を隠しているようだ。エリア4は建設当初、秘密保持と安全性に配慮して一箇所しか出入り口を設けなかった。ギルスはその点をよく理解しているはずだ。だが入り口を封鎖したとなると、残念だが
無理やりこじ開けるしかなさそうだ。あるいはハリムに頼ってみてはどうかね。あいつなら君を上へ送り届けてくれるはずだ。だがあの性格からしてただというわけにはいかない。あいつが報酬を求めてきたら私の方にツケを回してくれ。元はといえば身内の不始末だ。私にも責任はある。ならば私はここで君の帰りを待っているよ。
う、やっと来たか。アストロナジーは十分堪能したから返す。ハリムさん、一つお願いがあって来ました。お願い？もちろん構わんが、高くつくぞ。金は持ってきたか？ジンさんが払ってくれるそうです。へえ、ずいぶん気前がいいじゃないか。それなら話が早い。それで俺に何をしろと？エリア4に入りたいのに入り口が塞がれて困ってるんです。他のルートを探してもらえませんか？エリア 4？ ああ、あの山頂の怪しいとこか。よし、来た。ここにエアモビリティがある。これで飛んでいけば一発だ。むやみに触るなよ。こいつはまだ調整も終わっていない。お前が真っ逆さまに落ちるとこなんか見たくないからな。絶対に触るな！お前が落ちたって構わんが、俺の宝が壊れたら大変だ。着いたか？ドローンを戻らせないとな。やっと衛兵をやり過ごしたわ。あたりを見てみよう。Thank you.
また制御台に触ったのは誰だ。またお前だと。誰が侵入者だ。爪が見ちゃいけないものを見たんだ。生きて帰れると思うなよ。そいつを逃がすな。俺の傑作を起動してやる。お前のために用意したんじゃない。が、余計なことに首を突っ込むとどうなるか、思い知らせてやる。これって、モンスター
今日のところは見逃してやる。待ってろ。お手柄だな。